どうも、アクショップリーです。今回の生態入荷情報になります。今回はですね、珍しく爬虫類がいくつか来ております。まあ、この時期にね、大人気のやつがいたりとか、そういうのもカメなんかも来てますね。で、熱帯魚も来ております。熱帯魚と爬虫類の組み合わせで取るのは結構うちでは珍しいですね。まず熱帯魚からいきましょうかね。こちらが、コリドラスパンダンルエンシスです。うち何回か入れてますよね。大きくなるとね、結構綺麗なんで、まあ、小さくてね、まだ安いうちに買った方がいいですね。魚っていうのはやっぱ大きくなると価値が上がってしまうので高いですね。はい、こちらラ、コリドラスラバウティですね。ちょっと久しぶりに入荷しました。これ手頃なあの金額で売られるやつです。はい、次行きます。はい、こちらが、ボロラスメラーですね。メラーも久しぶりですね、入荷は。ボロラス系は結構うち扱うので、あの好きな方はぜひ見てみてくださいね。はい、もう一つ。はい、こちらはボロラスブリジッタイです。でもちょっとだけ久しぶりですね。まあね、やっぱ到着して色がねしっかり出てないんで、まあ、微妙な差かもしれないですけれども、このブリジッタイとかメラーとかですね、そういうのを見比べるのも楽しいですね。はい、ラスト、魚のラストですね。じゃあロージープトラになります。定番種ですね。赤い、丈夫な魚です。はい、次は水草ですね。まあ、こちらインドのやつですね。組織培養のやつが来ております。こちらは初入荷のものになります。ソフサ系ですね。はい、次爬虫類に行きますね。さあ、爬虫類はですね、カメと、トカゲ、トカゲって言って、まあまあ表面トカゲもどきもいるんですけれども、他の、初めて入荷するやつもありますね。じゃあよく見ていきましょうね。まずカメからいきます。ちょっとね、カップの中じゃ見えづらいかもしれないですけど、この子です。この子はですね、横曲げ首がねですね、沼か、沼横首ガメですね。横首ガメの、シリーズ、ここから見やすいですね。シリーズはですね、結構ね、普通にちょっと気が強いんで、複数買いとかはね、気をつけた方がいいかもしれないですね。とりあえずこの種類はうちは初めてなんで、1匹とりあえず入れてみました。元気そうですね。はい、で、これがミルワーム、餌です。小さいミルワーム、大きいジャイアントミルワームと、あとコオロギも扱っております。これがですね、ブレイジングブリザード、表紋ですね。で、下からちょっと隠れちゃってますね。この子です。白系ですね。はい、あと2種、大型になる種ですね。こちらがですね、サバンナモニターのベビーです。まあ、ベビーはね、毎年時期があるんで、その時に手に入れる形ですね。まあ、いつも手に入るわけではありません。すごい大型になる種類なんですけれども、結構手頃だから人気は高いですね。恐竜っぽいって言えば恐竜っぽい爬虫類ですね。はい、こちら初入荷ですね。こちらも大型っていうか、ちょっと大型になりますね。30センチ40センチ、そんなもんぐらいですね、なります。これ野生の個体になります。ファイヤースキンクですね。結構ね、これ横の体の模様綺麗なんですよ。
つからかな、今すごい綺麗な模様しております。上からだとね、いまいちその綺麗さ伝わらないんですけど、横見るとめちゃめちゃ綺麗です。あともう一匹いきます。こんな感じですね。ほら、まあまあ大きいサイズなんで、育てやすいんじゃないかなと思いますね。あんまりちっちゃすぎるとね、餌食いとか悪かったりとかしたり大変なんで。こんな感じでかっこいいですね。こういうのが野生にいるの環境はいいですね。羨ましいですね。はい、こんな感じですね。以上となります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。